デブです。近くて見えにくくてごめんなさい。ここにですね、トレー、魔法のトレーがありまして、4つ品物が載ってます。チョコ、携帯、トランプ、ウェットティッシュですね。これ1つだけ選んでいただいてよろしいですか？ぜひ皆様ご一緒にやってください。どれか1つだけ選んでください。はい。どれでもいいですよ。選びました。OK です。当てます。選んでくださったのは携帯です。合ってますでしょっていうマジックなんですけど、まあ、携帯選ばれた方もいらっしゃると思いますし、選ばれなかった方もいらっしゃると思うんですけども、結局携帯選ばれたら不思議ですよね。だけど携帯選ばれないこともあるので、他の場合どういうふうにするかっていう、その逃げ道って言いますか、アウトを用意しておくんですね。昨日前回からなんかアウトうるさくて申し訳ないんですけども、携帯が選ばれた場合はその場で正解。じゃあ例えば、どれにしましょうかね。このティッシュが選ばれた場合どうするかって言いますと、これをこのまま落とします。そうすると見えますか、ティッシュだけがくっついてて、予言がこれだよっていう風に、ティッシュだよっていう風になるようにしてあります。それではじゃあ今度はですね、どれにしようかな。カード、トランプが選ばれた場合どうするかって言いますと、これをどけていきます。これをどけ、これ、ちょっと両面がついてるんで剥がしてうまいことどけます。そうすると、ここにね、予言こっちだよって書いてあって、これの裏にとら、ちょっとね画面が見えにくくてごめんなさい、んぷって書いてあります。でこれ並べますと、トランプって見えるわけですね。トランプで、ここにお盆が、トレーがここに、予言こっちだよって書いてありますから、予言はトランプっていうことになります。で最後、チョコの場合どうするかって、これよくあるパターンですけども、これこうなってますよね。もともとはこうなってて、どうなってるかって言いますと、このまんまひっくり返します。トレーの裏に書いてあります。ちょっと書き方逆でしたけど、あなたはチョコを選ぶっていうね、こういう風になってるって、これが逃げ道というかアウトなんですけど、ケースバイケースなんですけどね。でこれ昔から僕小学国生の頃から思ってたんですけど、携帯が選ばれた時は面白いですよね。すごい、もうある意味奇跡ですよね。だけどそれ以外の時ってやっぱりちょっとなんか後からつけた感じがあるんで、ちょっと残念な感じがするんですね。なので携帯が選ばれたっていう、これ自体も奇跡すぎるので、ちょっとクオリティ下げても、基本的にこの他のアウトをグレードアップして、一応どれが選ばれてもそれなりに不思議じゃないのっていうような感じのものを作りたかったんです。それで、この間シエルちゃんの、ポンチとシエルの仮面夫婦TV かな、チャンネルかなっていうところで、吸血鬼のあれ小学生の時に作ったやつなんですけど、やらせていただいたんですけど、あれはアウトが、アウトっていうか、結果ケースバイケース4種類ですね。ハートスペードダイヤクラブ4種類あって、4パターン用意したわけじゃなくて、チョイスになるので2パターンですね。2パターンの、アウトといいますか、結末が用意されてて、1つが裏模様が赤くなる、もう一つは今度解説、多分次回種明かしさせていただくと思うんですけど、多分どっちを見てもそれなりに衝撃だねっていう、面白いねっていう、こう残念なアウトをなくそう、なくした作品作りたいなと思ったのがあれでございます。そんなわけで、昨日あたりからなんかアウトうるさいんですけども、また次回その、仮面夫婦 TV の方もぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。デブでした。プッ。